どうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は、福袋で当たったブースターの方を、開けていきたいと思います。一応ね3店舗の福袋からブースター出たので、それぞれ動画で、ね、分けてね開封していこうかなと思います。一応全部一気に開けようかなとも思ったんですけれども、やっぱりちょっとね僕ねブースター開けるの遅いんで、なんかねちょっとね小分けにした方がいいかなと思って、なんかこんな感じでやっていこうかなと思います。ということで、ね、今回はあの壁の店さんのブースターかな、5パックですね。はい、こちらを開封していこうかなと思います。あとお祭りのような福袋開封が終わりまして、だいぶ見てくれる人もいたので、なんかすごい嬉しかったですね。はい、なんかやっぱり福袋っていうことで、なんかやっぱり需要があったのかなと思うんですけれども、なんか見たことないようななんか再生数になっててすごいビビりましたね。はい、ということで、あのチャンネル登録してくれた方、あのありがとうございます。あのね、よかったらあの末永く見ていただければすごい僕は嬉しいです。はい、ということで今回はこちらの5パック開けていきたいと思います。順番としてはどうだろうな。レジェンズ高いカード出るとしたら、まあ、これが一番高いの出そうですよね。一応これはコレブなんで、まあ、そこそこ優先順位は高いけど、まあ、ただこの統率者レジェンズが宝石の睡蓮だっけ、あれが出るからこれが熱いと。なんか他にも統率者で使いそうな、なんか熱いカードがいっぱいあるんで、これは2番目最後から2番目で、でもジャンプスタートもな、熱いカードがあるけど、どうなんだろうな。僕このレジェンズとジャンプスタートは開けたことがないんで、とりあえずジャンプスタートから開けていきますかね。はい、よし。あ、そうだ、一応これ写真撮っとこうかな。パシャッとパシャッとね。はい、よーし、じゃあ開けていきたいと思います。よっしゃー、よっしゃ。これはなんかパックがなんか包装されてるんだったかな。そうそう、こんな感じでなんか包装されてる。はい、これがエルフだと熱いと。エンジェル、エンジェルだった。エンジェルか、へえ。なんかこのジャンプスタートのやつを2つ合わせるとなんかデッキみたいになって、なんか一緒に遊べるみたいな、なんかそんな感じのコンセプトで作られてるらしいんですけど、僕あんまり、事前情報を分かっていないので、なんか多分そんな感じみたいな、はい、感じです。はい、じゃあ見ていきますかね。あ、神話レアだ。決まってんのかな、なんか55悪山の天使とか。お、悪山の天使ですね。悪山の天使はね、これね、めっちゃね昔強かったんですよね。今はどうなのかわかんないですけど、あ、これなんかいいっすね。これ裏が普通のカードなんですね。へえ、なるほど。これはでも、何に使うのかわかんないですね。悪山の天使はね、そう、55飛行の、先制攻撃ライフリンクと、ハンコンと、プロテクションデーモンとドラゴンを持っている、なんか天使なんですけど、これね、めっちゃ強かったんですよね。そのなんか相手がコントロールみたいな感じのデッキで、なんかライフ結構詰めていったのに、なんかこいつが出てきて、ライフリンクでライフ回復されるわ。なんか先制攻撃でもうなんか全然倒せないわ。なんかしかもプロテクションデーモンとドラゴンで、なんか微妙なプロテクション持ってるんですけど、意外とね、この強いところがなんかブロック封殺されるっていうところで、こいつはねなんかめっちゃ強かったんですよね昔。今は多分あんまり使われてないと思うんですけど、これはね強かったんですよね。こいつにね泣かされたね、いっぱい。はいはい、悪山の天使。はい、なんかこれねイラストも綺麗なんですよね。悪山の天使ちゃん、かわいいっすね。はい。はい。で、あとは、
ベンジェリック・アセンション。2マナで、イグザイルターゲットクリーチャー、オア・プレインズ・ウォーカー、F コントローラー、クリエイトは、あ、上京して44の飛行のエンジェルクリーチャーになると。え、これ結構強くない？相手の除去してもいいし、自分のやつ除外して44になれるのかな、これ。結構なんか強くない？一旦目に11出して、こいつ使ったら44になるってこと？ちょっと僕はわからない。わからない。はい。多分そんな感じだと思うけど。はい。これはあれかな？修復の天使だっけ？3マナ33飛行で、こいつが戦場に出ると自分のパーマネント戻せるんだったかな、確か手札に。なんかそんな気がする。これなんか昔見たぞ、昔見た。はい。で、こちらが、あ、これセラーの天使か。5マナ44飛行で、警戒と。これなんか昔からあるあのカードで、なんか絵柄も結構いっぱいいろんなものがあるみたいですね。なんか黎明期からなんかセラーの天使が入ってて、なんかそう、結構なんか使われたカードらしいですね。はい。あとはガーディアンアイドル、2マナでこいつはタップ状態で無色が出て、2マナで22のクリーチャーになると。ほうほう。これはなんだ、2マナで、あと基本的にコモンとかアンコモンなのかな。プラス1カウンターが乗ると。で、プロテクションが、プロテクション好きな色を得られると。はい。大丈夫か、こんな、ゆったりした。ゆったりカード見てってるけど。はーん。1マナ11払いフリンクで5マナ払うとプラス3修正。はいはいはい。5マナで、ターゲットクリーチャーか、エンチャントをエグザイルする。はい、除外する。強い。エンジェリックページ、もうエンジェル。2マナ1時飛行、タップでアタッキングクリーチャーかブロッキングクリーチャー、ブロックしてるクリーチャーにプラス1か。はいはいはい。でスクールオブアバッキョンっていうのかな、わかんないけど、1マナで打たせてサクリでドローと、自分がエンジェルコントロールしてると5点ライフ回復か。なるほど。で、土地があると。あ、そうか、土地とかもあるのか。はいはいはい。で、この土地きれいですね。なんとかヘルス。あ、読めなかった。なんとかヘルス、エンターザバトルフィールタップ。タップで出て、カラーゼアンホワイト。アットマナ、あ、白の他に選んだ色のマナが出るみたいな感じか。はいはいはい、なるほどね。はいはい。あとは6マナ33飛行の、戦場に出るとこういう11のなんか特訓が出るのか。はい。3マナ23、2マナタップで、クリーチャータップするのかな。ターゲットクリーチャー、アビリティオンリーフィールコントローラークリーチャーウィズフレンジ。あ、自分のクリーチャー飛行持ってるやついないと使えないのかな、ちょっとわからな。はい。ということで、あとはランドお、これ綺麗。これなんか昔見たことあるな。あ、この平地も綺麗ですね。はいはいはい。平地はね、なんか綺麗ですよね。平地綺麗。これいいな。はい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 。はい。ということで、ジャンプスタート。はい。一つ目は、悪残の天使でしたね。悪残の天使どのぐらいするんだろうな。ただね、僕、これなんかイラストが好きで、なんか、欲しくて買っておきましたね。はい。はい、ということでジャンプスタートが終わりまして、次は真夜中の仮のコレクターブースター開けていきたいと思います。
はーい。今回はね、なんかね、パックが少ないんでね、ゆっくり見れますね。動画見てる人は、ゆっくり、こんな1枚ずつ見てってどうなんだろうなっていう感じになるかもしれないけど、どうなんだろうね。なんか、サクサクって見ちゃった方がいいのかな、どうなのかな。まあ、ただ、ここら辺は、もう、だいたいなるべく分かっている。と、ここら辺は全部コモンで、あ、廃墟の地。これいいんですよね。まあ、結構これ再録いっぱいされてるっぽくて、いっぱいされてるんですけれども、なんか、あの、モダン版の不毛の大地みたいな感じで、使えるみたいな感じですね。よくあの、基本土地がなかなか入ってないデッキとかに打つと、相手は、あの、ただ土地破壊されて何もできないっていう、なんか、なんかそんな感じにできるんで、これはね、あのね、なんか、デッキによっては使えるカードですよね。しかもこれフォイルだからね、結構いいかも。そうそう、これね、僕ね、あんまり持ってなかったんでね、当たるとは嬉しいです。はい、はい、廃墟の地。で、ハンコの目が来て、土地。土地からの、ここからが次レアかな。レア、23。はい。お、これは無謀な嵐探しですね。これは3マナ23で、戦闘の開始時に、自分のコントロールしてクリーチャー1体に対して、プラス1プラス0と速攻を与えることができるっていう感じですね。一応こいつが出た時も、こいつ対象に選んで33速攻で、殴りに行けるっていうことも、それを結構ね、僕これ好きなカードの一つですね。はい、ただね、これね、ほとんどね、日暮れでね、変身しないのかなと思うんですけど、ちょっとそこがね、気になる点ですよね。なんか、僕もデッキに入れてみて、はい、なんか使えないかなと思って、使ってみたことがあります。はい。しかも、裏返ると、夜明け、日暮れで変身すると、こいつになって、こいつの能力は、追加でプラス2プラス0になって、ついでにトランプルついてくるみたいな感じになってます。しかもね、こいつのね、パワーとタフネスも上がってるしね、こいつ変身すればね、めっちゃ強いと思います。はい、めっちゃ強いと思います。めっちゃ強いっていうかね、なんか僕が結構好きな感じのカードですね。はい。結構殴る系のカードが好きなんで、はい。で、次が、レア。あ、これは統率者のあれですね。威圧の光景。3マナでクリーチャー1体を対象としてプラス1カウンターを1個置き、それの上にあるプラス1カウンターのコストを2倍にすると。で、8マナフラッシュバックで。で、統率者領域になんか、あれか？統率者のマナ分だけ X 少なくなるのかな？X は戦場か。統率者領域にあり、あなたがオーナーである統率者のうち最大のマナ総量に等しいと。まあ、8マナの中統率者選んでると2マナでこれ打てるみたいな感じかな。はいはい。あ、そう、フラッシュバックがね。はいはい。で、ここからが、あ、レアだ。あれかな、白黒のやつかな、違った。はい。次が未練残りでしたね。はい、これはね、なんかね、モダンのカードパワーのなんか、象徴するような、なんか、カードかな。あ、スタンダードとかもそうだね。なんか、昔はリアニメイト、1マナとかで、あと死体復活とかで、2マナとかで簡単にクリッチャーが復活できたんですけど、今のなんか、スタン環境では、この2マナで3マナ以下までしか戻せないですよ、みたいな、そんなレベルになってます。はい。一応ね、フラッシュバックもついてるし、どうなんだろうね、これ。今、モダンだと眼鏡とかもあるし、3マナ以下だと、なんか普通に出した方がいいような気もしますし、はい、そんな感想が、僕はあります。はい。そして、ロウソクリーンの魔女ですね。2マナ22で、周回達成してると飛行を持つやつ。はい。意外とね、この人はね、格好が可愛いんですよね。はい。
で、あとは両面カード、両面カード。次がレア44。あ、これギサさんかな、ギサさんな気がする。あ、ギサですね。はい、こいつは4マナ44で、対戦相手が、コントロールしてクリーチャーが死亡するなら追放して、でアップルキープの開始時にこっちのターン、あの戦場に出してなんか、フラン持つよみたいな感じですね。なんかギサさんが相手のクリーチャーを奪ってなんかゾンビとして復活してるみたいな感じのカードですね。はい、で次がホイール、あんこでした、あんこもんでした。はい、ドーンハルドの管理者33警戒周回とのやつですね。はい、あ、まだある、まだある、まだあった。はい、あ、次レアでした。レア、敵を照らす、あ、なんかあれか、フレインズウォーカーの忠誠度を奪って X 展開力みたいな。1マナ X で、クリーチャーかプリンズウォーカーかプレイヤー1人を対象として X 点のダメージを与えると。でクリーチャーかプリンズウォーカーだったら X にプラス1追加してダメージを与えれて、でフラッシュバックで4マナなんですけれども、プレインズウォーカーの中精度カウンターを取り除いて、でその取り除いた分だけ X 点ダメージ与えるみたいな感じのカードですね。すごいなんか謎なカードですよね。あのプレインズウォーカーいないとフラッシュバックできないみたいな感じなのかな。そうだよね、ちょっとこれ謎ですよね。はい、であとはトークンでした。はい、トークン手がかりトークン、これ何の手がかりなんだろう、謎ですね、このトークンは。はい、ということでコレブが終わりまして、コレブはあまり、あ、でもこいつ結構いいからな、廃墟のうちも出たし、まあそんなもんか。はい、じゃあ次これ初めて開けるんですよね。トッシャレゼンズはこれマジでどうなってるか全然わかんないんですけど、普通に前から見てって大丈夫なのかな。はい、そしてこれはなんと20枚入りという、ブースターですね。はい、まずはドラゴンのマントル、1マナで戦場に出た時カード1枚引いて、あ、皮膚機能力があるってやつか。はあ、ははあ、こういうねオーラ好きなんですよね。あ、こういうオーラというか僕はオーラが好きなんですよね。なんか炎の冠みたいな感じですかね。はい、で次がコモン、これなんか順番全然わかんないですけど5マナ34で戦場に出た時宝物トークンを出す2つ。はい、5マナ、重い。あ、ジェイラム秘宝、これなんかすごい懐かしい、これなんかね昔レアだった気がしますね。はい、昔はねこういうのがねレアだったんですよね、確か。違うかもしれないけど、はい、3マナで出せて2マナでカード1枚引いて1枚捨てると。はい、そんなやつですね。はい、炎のチャンピオンで2マナ11トランプルでオーラや装備品1つにつきプラス2修正、強い。次が5マナ22飛行で英文の偵察者が出た時プラス1カウンターを置くか、クリーチャー1体を対象として手札に戻せる。コモナーだからなかなか重いですね。やっぱコモンですね。石の怒りでクリーチャー一体を対象として、あなたがコントロールしている土地の総数に等しい点数のダメージを与える。石の怒り、土地の、なんか昔山の分だけ点数、あのダメージ与えるみたいな、大地の開くでしたっけ、なんかそんなカードもありましたね。確か2マナのやつでしたね。はい、これはなんか単純に土地の分だけのダメージ与えるけど、5マナになってめっちゃ重くなってるみたいなカードですね。はい、はい、で次がよくわかんない、やばいぞ、全然わかんないぞ。2マナであなたがコントロールしてクリーチャー一体とコントロールしているクリーチャー一体を対戦相手のクリーチャー対象として伝説ならその上にプラス1カウンター、まあなんか格闘するみたいなカードか。はいはい、で次が超常的耐久力、1マナでクリーチャー1体を対象としてターン終了時までプラス0修正を与えて、死亡した時に、これをオーナーのコントロール下でタップ状態で戦場に戻そう。エルト、
あ、意外とあれですね、こういうのもいいですね。なんか何でしたっけ、インカーネーションと相性いいですね、モダホラ2の。なんか意外と黒のカードってなんか死んだ時に場に戻すっていうカードがあるんで、なんかそういうのと早期のクリーチャーすごい相性いいですよね。はい、こういうこのカード知らなかったんで、なんかためになりましたね。はい、で次がダイヤモンド、タップ招待で出る赤ムナダスアーティファクト。はい、コモンコモンコモン、わかんない。はい、装備してるクリーチャーはプラス3プラス0と、全てのクリーチャータイプになる。はい、まだコモン、立ち割る戦闘、タップ状態で出て1マナ払わないと出せないけど全部出ると。はい、はいはいはい、知識の渇望、カードを3枚引いてアーティファクトカードを1枚捨てない限りカードを2枚捨てる。これよくなんか昔の神話とかで入ってたの、入ってた気がしますね。はい、今でも 入るのかな、これちょっとわかんないけど。はい、でアンコモンが来て、クモン、アンコモンが来て、完全者残り、あなたがコントロールしてるエルフはプラス2プラス0の修正を受ける。黒でこういうのあんだ。で次がレアーなんだ、レアーやべえ、わかんない。明日への確約、あなたがコントロールしているクリーチャーが1体死亡するたびそれを追放する、各終了ステップの開始時にあなたがクリーチャーをコントロールしていないなら明日の確約を記念するだけ、これによって追放されているカードを、全てあなたのコントロール下で戦場に出す。死ぬには早いって書いてある。なんかちょっと使い方がよくわかんないけど、はい。で、やばい、並び方がわからんぞ。ドラフトブースターだからレア一つなのかなと思ったけど、そうでもないのか。結構まだあるな。はい、アンコモン、はい、アンコモン。あ、これなんか最近出たシンクのちぎりで、なんか2人の合体したカードがありましたね。ハラナとアレイナでしたっけ？違うかもしれないけど。はい、で次が、あ、ここからがあれなのか、伝説のクリーチャーゾーンなのかな。6マナでプラス1カウンターが5個置かれた状態で出て、コントロールしていく板が1体死亡するたびにそれの上にプラス1カウンターが置かれてきた場合、ちょっとよくわかんない。はい、で次がホイール、予言のプリズム。こいつが戦場に出た時カード1枚引いて1マナタップで好きなマナを、出せますよってやつですね。はい、これどうなんだろう、よくわからんな。で次が S、 何これ、 S って、 S?三三。え、何これ何これ、 S 小マナ三三、虹色の笛機があなたの統率者であるならゲーム開始時に色一色を選ぶ、虹色の笛機はその色である、善にして無。なんだこれなんだこれ。あ、最後もうトークンかな。はい、トークン、はい、11。これなんだこれ。あ、ここでなんかいろんなカードが出るのかな。これはあれか、外れのパターンかな多分ちょっとわからんけど、はい、そんな感じだと思います。はいはい、ということで最後モダンホライゾン2、このもうねめちゃくちゃ開封したんですけれども、もうねこれはねいくらね開封してもね熱いですよね。はい、ということで開けていきます。よし、はい、まずは悲しみの魔人、おっと、はい、悲しみの魔人、そして森が来て、ここはねだいたい僕は覚えてますよ。はいはいはい、ここら辺はサクッといっちゃいますかね。はい、アンコモンが来て、
あ、やべえ、なんかレア来た。計算された爆発。はい、これはなんかあれですね、土地が出ない、土地出ないカードが出るまでなんかめくってって、そのめくれたカードのマナコスト分のダメージ与えるみたいなカードですね。はい、ドラコに使えば16点与えられるみたいな感じですね。はい、はい、そして次がレアサザン黒、赤黒、あ、これアスモーラノーマルディカ大好きな体カードかな。はい、はい、アスモさんでした。33で、手札から、あ、このターンなんかカード捨ててたら1マナ払って出せるってやつと、あとなんか地獄料理書っていうのをデッキから持ってきて、なんか、はい、なんか、そう、戦えるみたいな。あと、食物を2つ生贄に捧げると、なんか6点ダメージ与えるみたいな感じですね。地獄料理書からなんか食物出して、それを使って6点与えて、はい、クリーチャー除去できるみたいな感じです。はい。とは言いつつ、なんかあれだな。ちょっとよくわかんなかったな、やっぱり。並び順、久々すぎて、ちょっとわかんないな。はい。で次がレア294294、はい、294、あ、名誉回復、はい、名誉回復は、なんだっけ、アポカリプスで最初出たカードで、3マナでパーマネントを1つ破壊できるっていう、なんかめっちゃすごいカードですね。何でも破壊できるっていう、はい、これはね、なんかすごいですよね。なんか昔なんかね、これ欲しくてね、欲しかったけど、なんかそのね、結構高かったから買えなかったみたいな。あ、そうでもないのかな、ちょっと分かんないけど、ただあの学生のあの自分はあんまりこれすら買えなかったですね。はい、で次が白9枠だ、22、ベグの性別者かな、違った、ここは普通のあれか、分からん。はい、で次がホイールかな、ホイールで、あ、ホイールのコモンでしたね。はい、これは外れか。で最後はカニでしたね。はい、そうか、あんまり大きな当たりは出てない感じですかね、今回は。はい、はい、じゃあこれが今回最後の開封になります。はい、とまず、お、これはなんかあの名前忘れた、はい、なんかカードタイプ指定して、なんかプロテクション持つやつですね。そしてフォイルが来ました。そう、なんか、モダンホライゾン2がなんか再販されたのかな？で、なんかこのフォイルの感じも、なんか今の、日本印刷に、今の日本印刷みたいな感じになってますね。はい。はい、そして、ここら辺がちょっとサクサクいって、はい、で、ここら辺から、なんもない、ここら辺から、レア、あ、これはあれかな、カブーさんかな。はい、縄張り持ちのカブーさんです。なんか僕がよくトライバルズで好きなカードですね。はい、こいつはなんか、ハントで基本土地の分だけパワーとタフネス、持つみたいな感じのカードです。でアタックするたびにカード1枚捨てて、カード1枚引くか、墓地からカードを1枚対象として、追放することができるカードですね。はい、こいつ意外とね、なんか、そうそう、なんか結構ね、僕強いと思うんだけどね。はい、なんかいろんなデッキに入りそうだなと思うんですけれども、どうなんですかね。はい、で次が何個も強欲、これ昔レアだったカードですね。はい、で次が赤、ここはまだコモンか。はい、で最後かな、次が最後だ。あー、はい、特に何もなかったですね。はい、最後も何もない。はい、こんな感じでしたね。はい、好きなカードではあるんだけど、はい、なんかすごい悲しい感じに終わっちゃいましたね。はい、ということで今回はこんな感じでした。今回はとりあえず壁の店さんの入ったブースター開けてみたんですけど、
まあなんかこんな感じだよねっていうあたりでしたね。はい、ということでまだあと2点分あるんで、また動画、上げたいと思います。よかったらまた見ていただけると嬉しいです。それではまた。